さっきの LOL サプライズファッションクラッシュに入っていたジェルをお水と混ぜて2分半、800ワット2分半で溶かしてみた。何かにならないかな。きーちゃん、放射水で固まるかな。何かに再利用できるんだったらいいけど、服とかよりずっとこっちの方が多いから、難しいかな。操作が少しある。洗濯のりも少しある。洗濯のり PVA を入れて、いや、入れないで試した方が良かったかな。入れよう。耐熱ガラスだから大体大丈夫。放射水を作って入れてみよう。水が多すぎるのかな。ちょっととろみがついてきた気がする。これはきっとキーちゃんに怒られますけど、放射をそのまま入れちゃってみよう。高いから溶けるはずなんだかな。ダメかな。放射とあったかいお水。
校舎、あれなんか、なんかスライムっぽい。洗濯のり追加。そしてどんどん溢れそうになってくる。あら、いいんじゃない。ビール、これをしっかり混ぜていくときっとキラキラ大量スライムができるはず。わ、硬い。ドロベチョーン、すごい。伸びる、落ちる、でも入る。えへい。容器にだいぶつかなくなってきた。失礼。暑い。このダイソーのスプーン、スライマーさんがよく使ってるからキーが欲しがったんだけど、僕握力が強すぎてよく折っちゃうんだよね。握力左が30くらい、右が40くらい。いい感じな気がする。これならキーに褒めてもらえそう。あーでも手につくな。改良の余地あり。せっかくラメとかパールが入ってるから使いたかったんだよね。なんかキキララの世界みたい。もうちょっとこねてみようかな。でも眠いから。残ってたのがこれ。微妙である。今日はおしまい。おやすみなさい。バイバイ。